香港の隠し天身カートで天身を販売する女性。香港のレストランにて、関東風の天身ヤムチャ、A、ユムチャとは、中国関東省、香港、マカオを中心に行われている習慣で、中国茶を飲みながら、天身を食べることである。関東省出身の家境、家人が多い中国国外のチャイナタウンや、国内の一部ホテルの朝食などにおいても、行われている。茶は 味の濃い点心と相性が良いことに加え、消化を促進する作用があり、また、点心の油分の吸収を阻害する手段にもなっている。朝食として、饅、ま、頭やシューマイなどの点心を食べることは、中国各地で見られるが、合わせて喫茶に重きを置く地域は前述の、関東省周辺とチャンス省洋州市などに限られ、他の地域では、米や泡の粥、麺料理、 または豆乳などと共に取る場合が多い。さらに、イン茶という呼び方も関東語の表現のため、ヤム茶というと、関東式の喫食様式と考えられることが多い。起源をたどれば、喫茶の習慣が本格化した東大にまで遡ることができる。当の幻想の頃、座禅中の眠気覚ましとして、ヤム茶が許されたのをきっかけに流行した。760年、陸羽が、 茶行という本を表し、そこには茶の品種や製法、飲み方などが述べられており、これが彼が茶道の祖と呼ばれるゆえんである。中世においては、主に簡単なナッツ類や菓子が茶受けとして用いられ、あくまでも主体は茶にあった。このような形式で茶受けを食べながら茶を飲む習慣は、江南地方を中心に北京市など各地で見ることができる。広州や香港では、 一般的に大きな急須に人数分の茶を入れて出す。各人には湯飲み茶碗の他に取り分け用の中皿、碗、箸が用意される。一千目の茶は味が良くないのと茶葉についた汚れを洗い落とす意味もあって、本来は短時間のうちに飲まずに捨てる。その際に碗の中で箸を立て、急須から箸に沿うように茶水を流して洗い。 湯飲み茶碗も碗の中の茶水で回すようにして洗い、かつ温めてから飲むための二千目を入れる。碗に残った茶水は給仕がガラスのボールなどに集めて捨てる。実際には店で最初に湯を多く入れられると全部を捨てきれずに茶葉を洗う意味を果たせないことが多い。湯がなくなった給仕は蓋を少しずらしておくと給仕が見て何度でも湯を注いでくれる。近年、 広州では台湾式の小さな急須、酒のような茶碗を使ってウーロン茶を飲むことも選択できる場合がある。この場合は何度も湯を注ぐ必要があるので湯を入れた夜間を温めておくためのアルコールランプも用意される。点心の注文はワゴンや駅弁売りスタイルで運んでくるタイプの場合は計算用のカードに取っただけのスタンプが押されるので後でこれを集計して支払う。 カードには異なる単価を表す、小、中、大、いただき、長、正などの文字とスタンプを押す枠が書かれている。1980年代前半までは、せいろや皿の数で計算する方法も取られていたが、たくさん食べると邪魔になるので改められた。近年は、天身の名前を列記した注文用紙に必要な数を書き込んで給仕に渡して注文するスタイルが増えている。 いずれも、ベッド、茶代が加えられる。なお、天津はそのままで食べると、味が薄いものは、出す際にウスターソースをかけたり、専用のタレが小皿に用意されることもあるが、大部分の天津はそのまま何もつけずに食べるとちょうど、良い味に作られている。このため、日本で餃子を食べる時のような調味料を入れる小皿は、各自に用意されない。日本の中華料理店で出す天心は、 河北風の餃子や上海風の小籠包やあんまんが主流で、関東風のものはシューマイや春巻き程度であったが、1980年代以降、香港を訪れる観光客が増えるのにつれ、日本でも関東式の隠し転身を出す店が増えた。特に1990年代には、中国で食品の冷凍技術が発達し、 天津を輸出できるようになると、これを蒸したり揚げたりして出す中華料理店も増え、食べられる店が増えた。日本の大衆的な店においては、インサとは天津を腹一杯食べることを指し、茶を飲むことには重点が置かれない。このため、用意されている茶も比較的安価なものであったり、種類がジャスミン茶など定番のみである場合も少なくない。また、本格インサと名打ちながら、 メニューの中に、天津ではない北京ダックや麻婆豆腐があるような店舗も存在する。ありがとうございます。